ムーレオ・ロムスダール県のヘリット・ランデッド、ヒョルンガバーグの嵐ヒョルンガバーグの戦いは、986年頃に、ラーデのヤールとヨムス・バイキング率いるデンマーク軍との間に起きた半ば伝説上の海戦。この戦いは、ハーコン・シュグルザルソンのノルウェー統一を大きく進めた。この頃の北欧はデンマークが支配的な存在で、ノルウェー南部やオスルフィオルドを直接支配することもあった。 ハーコン・シュグルザルソンは、ハーラル一世の家臣として、ノルウェーを支配した。ハーコンは、ノースの神を深く信仰していた。974年、ハーラル一世は神聖ローマ帝国の夫を二世に、敗北した。975年頃に、ハーラル一世がハーコンに、キリスト教への改修を強制すると、敗戦によるデンマークの弱体化も受けて、ハーコンは、反旗を翻した。 986年の戦争によってハーコンは、ノルウェーの唯一の支配者となり、デンマークの支配を拒絶した。ヨムスバイキングサーガでは、戦場のサンマ沿岸の位置について、以下の二つの矛盾する記述がある。王のサーガやヨムスバイキングサーガ、サクソグラマティクスのデンマーク人の辞跡に書かれている。デンマーク人の辞跡では、ハーラル一世存命中の出来事としている。 伝統的には986年の出来事とされている。同時期のスカルド氏には、この戦いや RR、コルバンソン、ティンダー・ホールカルズンに関する詩がある。この戦いは、後の時代にも、シア・サーガの題材になっている。ビアーニー・コルバンソンは、ヨムスバイキング・アドゥラパの中で、敗北したヨムスバイキングを称えている。詩人のエーナル・ヘルガソンがまとめたベレクラでもこの、 戦いに触れている。ファグルスキンナにも書かれている。ありがとうございます。